まあ、最近の先生方というのは血圧を測るけど本当に脈を取らないなというのを感じるんですね。その点僕らは認知症専門でやっている人間からするとですね、脈ってとっても大事なんです。だからそもそも薬ってすごく多くなりがちなんです。だから僕も自分の外来の患者さん初心で来られたような方の場合はですね、まずこう薬が整理できないかというふうに見て、まあ、相当減らします。専門外の先生にしてみたら、これは認知症の進行を抑える薬だから絶対飲めとかね、もう一回飲んだらもう絶対やめることなく継続しなければいけない、それをやらないあなた方なんて親不孝だよみたいな感じの人たちもいる。ちょっと待ちゃうよと。このいわゆる、まあ、確かに介護度1はついてるけど、これだけこう認知症も軽度な人がいきなり老健ですか。介護の施設としては、まあ、老健と特養というぐらい、まあ、重い人たちが入るわけですね。